ナンバーワラジオ沖縄がお送りしています。さあ、今日はですね、ゲストの方お越しいただきました。久しぶりなんですよ久しぶりらなんか、転校したんかなっていう話だったよね。じゃあ、自己紹介お願いします。はい。沖縄セフンの上山です。そして、もう一方、ニューフェイス。はい。沖縄セフン、新人38歳の遠山です。38歳。38歳。 <risos> <risos> Não é Não <gapo> <laughs> ごめんね全然話が進まなくなるんですけどもちゃんと今日お知らせで来てくれたんですけど久しぶりだからさ上間くんが大阪桐蔭高校かな久しぶりだからなちょっと忙しいね会社に引きこもってました引きこもっていたその間いろいろ商品の PR のためにいろんなこと練ってたわけでしょそうなんですよねそばの日とかもんかいろいろ沖縄生物さんと勉強会行ってちょうどもう3日前か4日前かまなんですけども今日はですね引きこもりした理由がはい

働き方改革しながらですよね。でその産業祭りがいよいよ来週あで今度の金土日。金土日はい。はいな。え二十五、二十六、二十七この三日間ありますけれども毎年この沖縄政府さん出してるさね。そうね売れてるよね。ねでこれすごい売れてるでしょブース並ぶもんね。もうそうそうですねできてのアンダギーがもう大好評で毎年欠品するんですよ。え本当。うあの欠品した次の年多めにまた持っていくさ。はい。 それでもまたけっぴじゃ、どんどん右肩上がりってことでしょ。はい、あ、すごい。あ,ありがたいこと。私去年さ、友人がさ、産業祭りで会場でセイフンさんの、あの、えっ、ー、と、ココアのサータンあーアクシナ。<も><ー>めっちゃ、めっちゃ美味しかったって,ってああういう。あれから相当ハマって、しばらくそればっかり食べてたんですよ。よ <laughs> あの、買ってから。<laughs> <laughs> それぐらい取る。それで言って、目の前の揚げたてだから、美味しくないわけがないんだよ。な冷めても美味しいのには、さらに倍っぱい、ね。腹平の四千点みたいな感じだもんね。古瀬親。私大好き、竹下景子。二千点。大橋教授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 。あれ、大橋教授っていたっけ。いたね。いたね。大沢教授じゃない。いたね。わかる。

およびまあ自社商品の物販、そして今年また新たな取り組みとして、流動そうめんの販売をチャンプルですね、チャンプルのチャンプルはいをやってまいります。そしてまた目玉にあのパンの販売を予定しておりましてスマイル スマイルですスマイルのカレーパンがかなりやっぱ人気ということでこれを現場で揚げたてで販売美味しいもんやばいなこれカレーパンって実際ね店舗で買うとちょっと冷めたりするじゃないですか出来たて食べることってめったないと思いないすねそれをもうお客さんに食べてほしいなとえすごい食べたいもう食べたいね試作で食べたんですけどやっぱりね美味しかったそれ最初に食べられてもいいよな美味しいものやっぱそれをまたお客さんに届けるってねそうなんです 温度も熱気もし一番熱いところじゃない産業祭りの中で上げて揚げたてしかもないですね下げたてとかないよな十時ぐらいからなったら個人的に下げたて値段下げたて物を上げたて意味が多いでサータンナギーと平屋地も販売するんだよね平屋地もミックスで平屋地を販売する作って現場で焼いて で、こんな感じで、今日試食持ってきて。ああ、だから、持ってきてくれてるんですょいただきまーす。じゃ、あ平屋千代真ちゃん食べましょう。はい、じゃ、あ一つを二つにしません。どういうこと。多すぎるんで。うん。一つを二つ。あ、一本あるじゃないですか。大きいから。これ二つにちぎりません。ええ、はい、生と。葉巻ぐらいあるけど、全部自分で食べるっていう。これ、いいんだろ、これ。 実食でわかんない聞こえないはい半分どうぞいただきますこれネニラだけこうネギとえトゥーナが入ってますあ俺が一番好き一番シンプルなこれはお好み焼きをソースをかけて食べるとき食べてもいいですしまんまでも美味しい味はもしっかりついてるんでうん美味しいなありがとうございます。

市場とかの中でも80円とか90円とかなるけど50円でしょ半額近いよねだってね。ねこのさ今平屋うちさ味何もつけてないのミミッッククススだけとツナえもうおいしい十分美味しいんですよ。もっちりしてて。ねえだから香りもよくてはいもっちりしててこれが3本入ってて200円。でさっきほら竜頭そうめん。 チャンプルね、チャンプルこれが一パック二百円ですけど、そうめん自体も売ってるんだもんね。そうめん自体も売ってます。はい物販の方で。はい、じゃあえっとええ小麦粉と平地ミックスとポンデキューとあとは何えっとそうめんとあと何があるの？販売してるの？カレーパンか。カレーパン忙しいな今回な。遠山くんまた腰痛めないでね。腰痛人物っていう。腰痛人物。 ちょっと音では耐えんでも体が基本だからね今年はまたさらに新しい取り組みとして抽選会をやろうと思っておりましてどんなことするの物販で商品を1000円分購入されたお客様に1回抽選引いてもらいますで一等がですね羽衣小麦粉を1年分お客様に何と1年分 1年もんちても365個送ったらさすがに迷惑なんで1ケースに1ケース15個入ってるんですよ1 5キロこれを毎月1ケースずつお客様に送る年年間来の産業祭りまでへえすごいうちさおうち保育園してるわけまたお金行ってから1000円分以上買ってから応募せえっていうような当たったらもう現場で抽選なんですごいじゃあその場で分かるってこと日 1>, 1名なんで3日です。えー、3 3名、はい これが一も特徴でこれにレシピをつけてあげてそうだって小麦粉を毎日毎日天ぷらじゃないさあねそう天ぷらもいろんな活用法知りたいもんねこれレシピもついてくるんだいや嬉しいできれば今考えてるのは季節に合ったレシピみたいなのを一緒につけてあげられればいいかな冬ならこれがいいですよとかでも顧問にお願いしてるんですけどそこら辺あでもね先生にね先生に「先生オッケー」って先生オッケーねえっ ええー、じゃあそれまで本業でみかさん <laughs> いっぱいあるけどさーって言われてすごいなさすがだなすごいで一等がじゃあその羽衣の小麦粉が一年分当たる <laughs> これ一名一日一名三日間え三人の方でですね、はい、で二等三等もあるでしょ 2頭がオリジナルデザイン入りの羽衣のデザイン入りのランチボックスをプレゼント1日100名3日で300名そして3頭が ?3 頭が流淡そうめんこのそうめんちゃんぽで使ってるそうめん 250g にちょっと入れ替えてお客様に食べていただこうということで3頭はその景品を100名1日100名か日で300名。 はい、でもこれだけ、はい、もちろんねスペシャルな企画も揃えていくわけですけれども、はいうん、ね毎日毎日どのぐらいの人が来るのこれ計算ってできないもん、うんうん、うちで大体あの3日間でトータルした時に大体2万人ぐらいの、まあ、金額というかもの物の動いてる数量から<ぁ> <laughs> それもじゃあもっとかもしれないんだよな二、はい、<laughs> 倍だよ <laughs> <laughs> もう佐々木町だったらよ市町村合併してからだけど一番ちょっとしけなかったからこたみんな大体そのぐらいかなっていうとこで富山君じゃ大変だなことしてな始めたけどなんだっけ腰痛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 か痛腰か腰あか痛腰痛腰痛腰痛もう腰痛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  まあじゃあ今回の目玉はまたさああのいろいろ販売の商品も増えてでこういう企画も増えてっていうのが目白押しかな目玉になりますかね。毎年ファンの方も今回またそうめんちゃんポルテタオケとか面白いよねこのまたこの景品というか一頭もね二頭当たったりとかということでねぜひ皆さん。一年分とかねクレーム来ないか心配なんですけどいや当たって嬉しいでしょ。いやないよって言われないけノーって言われるまで確率確率客単位でストップされるまで。えそれはまた近所に配ったりとかできるさね。またねあっちよ。 嬉しいよそれでレシピもやっぱつけて。うーん お近くのなんか例えば老人ホームの方々に寄付とかでもいいしね、それはそれですしね、いいですよね、店舗食べてくださいみたいな。はいじゃあ、いよいよね今度の金曜日からスタートします、沖縄の産業まつり25、26、27、朝10時から夜8時までこちら、ブースの方でも販売されてるということですが、さあ、気になる場所です、毎年、大体奥の方っていつも言われるんですけど、どこですかだっっったねねあちののののでですす奥右どどここ えっと、今回も去年と同じ場所なんですよ、うん、前じゃなくて、じくて <laughs> と同じ場所どこですか。五十八号線から来ると、うん、奥の右、左側で。<laughs> 入って奥。入って奥の。えー、えー、裁判長、発言、<laughs> 発言気を付けてください。<laughs> <laughs> じゃあ俺山駅から来たらちょっと真ん中ぐらいです真ん中の右側ですやけいたらたバコ屋の隣そのタバコ山やか刺身屋の隣その刺身山やかタバコ屋の隣前やかって全然たどり着かない白焼さんからお手紙ついたほうじゃもう絶対とりあえずあの辺なんですねそうなんですあの辺ということで後ろにっていうか上山君と富山君が言いたいのは 全部回って、最終的には沖縄政府にたどり着くっていうか、すべての道は沖縄政府にたどり着くんでしょう。はもう一周したら、もう着きます。一周したら。その場に島酒とか飲んできてよってことで、沖縄産業ですよね。向こうから、来るときは島酒飲んできて。もう向こうってどこよ。余計ない。余計ない。 <laughs> でであ、まあ、からんちいねえ、さき <laughs> の旅行 <laughs> あやまからんちいねえからやん竹材こぼうくようよ、<laughs> 若いみや <laughs> <laughs> <ー>じゃあラジオ聞いてね皆さんに一言ずつ最後にメッセージお願いします<ー>じゃあ、えー、と遠山さんお願いします山はい、主人、はいえー、酒のつまみにでも構 <laughs>、えー、いません大、えー、きな製粉のですね、えー、商品を、えー、また喜んで買っていただけるように私たちもあの精一杯頑張って作りますのでぜひ多くの方々に来ていただけるようにえー いただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして上馬君。はい。え今年もですね三日間います。なので来てもらった方が一番早いので、ぜひ来てください。はい。あのみんな楽しくやってますので、一緒に楽しみましょう。あの片手に島崎持ちながら来ても怒らない？全然。ベノベになるになになる。でもあの銘柄によりますよね。そうそう。怒る人もいる。いるね。そうですね。誰がよく言っているのかわかんないけど。俺はそれ推薦します。推薦推薦推薦します。 時間ですね。沖縄政府からお二方です。上馬君と遠山さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。したそれでは続いてこのコーナーです。<music> 沖縄テレのプレゼン付き主編。<laughs> コーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしますはい、AU ねはい、スマホユーザー、ガラキユーザーの皆さん、ありがとうございます今週もメッセージ送ってくださってます、いきましょうよ横浜のひろぽんさんです、ありがとうございます横浜から、はい、どうもしんちゃんみかさんこんにちは、横浜のひろぽんです最近、南部アワーで那覇空港の送迎サービス始めたわけ次申し込んでみようかなサプライブ 煽られるっていうねいやいや違うよもうでも本当ね台湾にね無事に帰られて多分帰られてるでしょ帰られて召し渡せなかったけど例えば後から十年後ぐらいにさあの時に助けていただいたあの軽自動車に乗ってこうやって一生懸命窓ガラス開けてくださって案内してくださった顔の大きい方はご臨終ですそんなことないでしょそうやって来たらどうするあしたら俺も何乗り出るモノレールで最後落とす ってこと戻れるんですよ <laughs> 何のために高校生じゃあ行きましょうかね、はい、本文です、うん、さて車を運転中にスマホを使うと12月から大幅に罰金が上がるようですね事故のもとですから絶対にもちろんダメですねそこで Bluetooth を使ってハンズフリーで通話するのを皆さん知っていると思いますが自分もついに使い始めましたいいそうしたら車内でねラジコで何分アーを聞いていたらなんと自動車のスピーカーからお二人の声が聞こえて 来て超びっくりしました。よくよく考えてみると、スマホと車が Bluetooth でつながってるからだねと納得。そうだよね。普通に県外で車でラジオ機タが聞けるなんて、なんかおじさん感無料です。じゃあまたということで横浜のひろぽんさんです。それすごいね。なんか変な感覚だろうね一瞬なあれ。そうね。って思うけど相模原とかこうあの地図を書いてあるけど。そうね。川崎とか書いてあって。うん。新じゃブルートゥースは？使ってないまだ。今の車前の車まだなんてのデデザリングみたいな。 してないんですよね中の SD がまだ買った車のやつが前のところにあって送られてきてなくて地図もまだ出ないんで「地図がありません」って書いてあるこのナビのモニターに「俺はいりません」って書こうかなとか「今日から俺は」って書こう「突っ張ることが男」のって書こうかなとまあまあそろそろでしょうね使ってるんです私もデザリングしててかかってくるさ これがミッカーさんにかけたとしたら、そうとか出るわけね。出ます。レピッとしたのそのまま喋るんでしょ？ハンドルのところについてるのでそのままね。そうですね。どうん、どちもにみたいになるけど、仕方ないよな。まあでもこれ運転中なので、すみません、後でかけ直しますねとか。例えばほらやり取りしながら行くときとかあるじゃないですか。どこですかとか。次のあのビルを右ですとか。そういう意味的にはまあ会話をしたりっていうのもありますけど。その機能まだ使ってないです部僕は。あ、そう。でも本当便利ですよ。そうだってそれがバックミラーるんだっ絶対やらんという意見がある。だから最初に Bluetooth 接続でき しませんでした出るから、はい、やればまあ便利なんだろうなと今まだ見かけるよねこう片手でねほ<う>、うんと危ないから、うん、それちょっともう一回じゃ、これがさ、うん、スリッパとかだったら捕まるのかえ <laughs> 例えばどういうこと例えば、さんもね、携帯は。 捕まるでしょ。話したためし。これ逆とかで紙コップとかこんなしてて、これはちょっと模倣範封じになるんじゃないの？熱いから冷たいジュース冷たい。ダメじゃない？やっぱ片手運転がダメってことですね。だめダメでしょ。いやダメだけど、なんどうなるのかなと思ったりとか。あでもあの女性の聞いたことがあります。女性がほらコンパクトとかでこうやって広げてたりとかするじゃん。これが ちょっとこうパッと見た見ときに見えたりするときがある。折りたたみのやつとかね。そう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 。<laughs> うん、んなわからんなも、うん、どうなんだろう、ね。まあまあまあ、片手で、やっぱり。とりあえず、まあ、なんか運転にはちゃんと集中してくださいってことが一番なので。はい、うん、え、気をつけましょうね。ひこはん、い、も、のひろぽんさん、どうもありがとうございました。さあ、ということで、機種編ロックンロールは、皆さんからメッセージをお待ちしております。スマホユーザー、ガラケーユーザーの皆さん、特にテーマありませんので、フリーでこのコーナーでに送ってください。なお、YouTube で、スタジオの様子見れますので、ぜひ、皆さん、機種編ロックンロールで検索をしてみてください。最近はね、ちょっと白髪染めをしました、しんちゃんが真っ赤。

大草原の小さな家みたいなここからがちょっと長いです染めたらずっと染められていけないんだなあ、ま YouTube でぜひ皆さんご覧になってみてくださいはいということで来週も皆さんからのメッセージお待ちしていますね以上沖縄セルラープレゼンツ編。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしましたさあそれではしんちゃん今日ちょっとイレギュラーでしたね沖縄セルラープ沖縄ンツさんからお二人来てましたのでえっと給食係と刑事係 この後いきますけれども、うん、今週は前里のヘルシーレシピを紹介する週なんですね。なので、えっ、ー、と前里のレシピを早速、今日紹介していきたいと思います。<っ>前里のこんにゃく、豆腐もやしを使った体にも美味しいヘルシーなお、財布にもありがたい。レシピを皆さんから募集していますが、うん、えーとね。 前回紹介したあのドッスンバリバリさんレシピね早速作ってみてくださった感想送ってくれたんですよ、えー、ありがとうございます、えー、北九州からドッスンバリバリです先日番組で紹介されていた塩豆腐に興味を持ち作ってみましたとりあえずうまいですねミーカー様が言っていた通りまるでチーズ低カロリー高タンパクでダイエットのお供にぴったりです何より作るのが簡単というのが良かったありがとうございます、えー、左右で同じ豆腐なんですけど水分が、ね、切るとだいぶ小さくなりますね本当だねこれは 味も濃厚になるはずだということで、うん、ドッスンバリバリさん、ありがとうございます。さすこれから、これで紹介したも作ってくれたって嬉しいですね。す塩豆腐作ってくれたのね。えー、九州から、はい、どうもあのね、お味噌とかもね、周りに塗って、こうちょっとガーゼでくるんだ状態でお味噌塗ったりとかすると。味噌豆腐みたいにして、味がちょっと中に入り込んで、美味しいんですよ。つまみになるのよ。よ考えてるね。はい、ぜひぜひ試して、うん、えっと、では、えー。 大阪からチーム鳥年のがぽんさんいただきました、はい、ありがとうございますおいら4月まで福岡に住んでたんですがそのお隣,お隣大分県日田市のご当地グルメ日田風焼きそばを紹介します大分や福岡では専門店もあるぐらいですよ日田風焼きそばと普通の焼きそばの大きな違いは2つです1つは もやしがたっぷり入っててキャベツが入らないということ2、うん、二つ目は麺が焦げ,、えー、焦げ目がついてパリパリになるまでしっかり焼くこと、うん、材料は普通の焼きそばでキャベツをもやしに置き換えれば OK キャベツを切る手間がないから楽ちんですよもやしは1人前あたり袋の半分ぐらいこれちょうどいいぐらいですよ、うん、よりひだ焼きそばに近づけるんだったら豚肉を細切りに面倒なら細切れそのままでも大丈夫です、うん、作り方は普通に作ってもいいんですがひだ焼きそば風に近づけるためには具は先に炒めてからさらにいって たんとり、そのフライパンで、麺に焦げ目がつくまで焼き、パリッパリに仕上げます。あまりカチャカチャ触らない方がいいですよ、焦げますよ。そこに具を戻し、ソースを絡めます。おいら福岡にいる時、前里のもやし、手に入らなかったんだけど。かなりのヘビロテで食べてました、ということでいただきました。のりと、鳥、えー、と石のがぽんさんです。じゃあ、えー、ひたふ、ひたふ焼きそばを、じゃ、前里のもやしを買って,作って、ね。そうそうそう。ていただければよけです。そうそう。えっと、おすすめは袋の半分ぐらいを使えば。 ベストぐらいということで。でまた沖縄だからあの沖縄そばの麺を使ってね。<ー>いいかもしれないですね。うん、そうね、そういうまず、うん、ちょっとそういうやるやり方もありですね。ねはい、はい、どうもありがとうございます。さあということで今週はえっ、ー、と皆さんいただいたメッセージの中からプレゼントありますね。前里のレシピを紹介するすしゅうですので、はいえー、メッセージをいただいた方の中からお一人に前里のこんにゃくとそれから豆腐の詰め合わせのセットをプレゼントします。引き換えが届きますので、これをもって西原の工場で引き換え 出てきてください。これ、大阪に届いたりしたら。<laughs> <laughs> まあ、来る <laughs> ね、沖縄来た時っていう。そう、それも。 ああですからね。ねはい、はい、ということで以上前里レシピのお時間でしたでは行きましょう給食係です美味しい話題を紹介していきましょう、うん、じゃあしんちゃんからどうぞきましょうじゃあお会いいただきますこちら、えー、ビールジョーグーさんから来てますねありがとうございます前々から行きたいと思っていた田舎のランチ行ってきました嫁さんは幕の内ランチ1300円ワンや寿司うどんランチ1300円 <laughs> ランチでは高めだけど、まあ、サタン天ぷらも寿司もうどんも食後のデザート月朝やしが11月,11月いっぱいでランチ 営業終了とのこともっと早めに行っておけばよかったやっさ閉まる前に何回か行こうやっさ場所は緑町すきヤ向かいにありますよでは時間まで縛りようということで牛か緑かうーん。 ね、田舎,田舎あんおおすごいねおいしそうそうは,はいいいですねはいじゃあ続いてトマブンさんいただきました、えー、県内一の南部アワー上宮でんかアファーでおなじみトマブンです、はい、先日素晴らしい日々で88杯目今年の目標は年内100杯でしたが逆転したら毎週採,採用されたとしても99杯うわっいいんじゃないでもうん88杯目なので今週はステーキハウス88ジュニア1000円ステーキを紹介します2回目のパル エコシティに行きましたがここでも沖縄そばを食べようとしたんだけど金額的にもあまり変わらないしよし肉食お肉ってなってジュニアステーキ 200g をスープサラダライス付きで税込み1100円ですここで初めて増税を体感しましたミディアムのステーキいいぐらいの柔らかさいろんなソースカウンターにあったけど袋に入っていたニンニク醤油使ったけど最高美味しかったステーキハウス88とステーキハウス88ジュニアサイズの違いなのかなお日柄さんで月下精進のユーリギアさんこの後教えて 場所はパルコシティね獅子上宮の鳥羽分でしたということでいただきましたありがとうございますいや<ー>サラダとスープ食べ放題とかも増えてるもんねこのにんにくのチップがいいんじゃないですかこれなんかね。あ えー、シャバドゥーンさんから来てますね、はい、早速ですがシャバドゥーンのカレーサビラ第54回目のお店は第11回目の味噌汁機構、えー、で紹介した北中ぐつくそんのお店食堂木島です、えー、今日もたくさんのメニューの中からカツカレーをチョイスして今回のカレーライスは黄色いカレーで真ん中にご飯とカツがドーンと配置されていて。 パッドミーはご飯にシチューをかけた風味具は玉ねぎ人参ポークドロドロ系で辛さレベル1でした。だからしんちゃんも大丈夫です。値段は750円美味しかったですごちそうさまでした。さて場所は地図を見てもわかるように北中古村役場の近く役場から戸口交差点に向けて歩かせガソリンスタンドを越えて右側にあります。すごいんじゃん。わあ黄色いカレーすごーい。シチューみたいね。 あキャンベースアップになんかこみかけたみたいな感じでね。えこれあれじゃないですか。えお値段はいくらなんですか。七百五十円。えー、すごいボリューム。いやこれ食べれるんか。美味しそうだな。 味噌汁で仕込みですね。坂の隅で、僕一回行ったことだけどだい。ぶ目に増えたような気がしますね。はい。はいありがとうございます。うん、じゃ、あ続いてこちらはフォレストオールさんいただきました。串編みしてないですかストレッチボール使ってますか?えー。韓国旅行前にぎっくり腰をやり、今日もヤングマイ中のフォレストオールです。お昼ご飯ぐらいは外出せねばと、読谷村とや六号線沿いにあるラーメン屋さん。じゃん。醤油のあの感じのしょうっていう字があるじゃないですかじゃん,ん,、うん。ジャン に到着。2>, うん、2時を過ぎてるのに結構席埋まってました。うん、11時から15時までのランチタイムはラーメンを頼むとライスじゃなくて小さいチャーハン,ーハンがついてきてちょっとお得です。四川担々麺750円を注文。辛さはと聞かれビビリののビビリのウォールは普通でって言ってしまいましたがもうちょっと辛くてもよかったかなあ。辛さレベル聞いてないから普通がレベル何なのかわからないんだけどおかげで汗だくにならずスープまで完食できましたごちそうさまです。ちなみに半年前に食べた 辛味噌味噌ラーメンは、えー、汗ぼたぼたで外に出た時の風が気持ちよかったな、うん、夜は17時から22時までですよということでいただきましたじゃんいうと、ね、中華ラーメンじゃ、うんはいこれですねし四川風担々麺これぐらいいいな餃子もちょっと欲しいしちょっとチャーハンも食べたいし,っていうのしそうなんですよ幸せだね,これ,ね,せねこれランチタイムはこうなってるんですよねあー美味しそう、はい、ほらほらほら,ほら 辛いの辛いの大好き食べるんだったらな肉味噌っていうんですかそぼろになっててちょっとこのごまだれっぽいこのすりごまでいっぱい入っててあの「政宗担々麺」って話したことあります私汁がない担々麺なんですけどあ福岡の違う違う違うえっと沖縄沖縄の中華屋さんに入っているその担々麺なんですけど マサムネたん麺で検索すると出てくると思うんですけど辛いんですよこれが。だけでこれがまた癖になるっていう。そう頭皮から摩れる,る。わかる頭皮から出て,てくるよな。<laughs> 若いくなるよなだから。わ<う>かるわかる。これが最高にうまいんですよ、うん、はい。い はい、はい、じゃあラスト、はい、モンステラさんですね、えー、那覇市赤峰にある魚丸食堂がおすすめです海鮮丼のお店で特に美味しい料理がマーサン丼ですマーサン丼にはマグロサーモンイカ卵イクラなど、えー、具沢山さんで味付けも他の丼とは違いとっても美味しいです一度食べたらマーサン丼に絶対ハマると思いますということではい魚の丸とかで魚丸食堂です、ね、えどこですかもう一一回回場所赤っ、ね、って言って言た、うん、多分ですよ僕僕が間違僕 っオートバックスの裏とかんていうかなあっとねあれあれオートバックスじゃなくて、えー、っとなんな漫画倉庫裏の道の一本一本入る通りにあったあ違うなあれどうな、うん、だと思うだだと思う。 魚に丸は漢字の丸ひら,ひらがなの丸ね、はい、じゃあちょっとあのおろく赤峰うお丸で検索をして、うん、じゃあちょっと出かけてほしいですね,たね私探しみよ、ねはい、海鮮丼ね美味しいんだよなお時々無性に食べたくなるんだよな本当にお腹空いてくるわさびたっぷりよ醤油溶けて、はい、うわ。はい、さあお昼時 あのちょうどこの時間皆さんきっとね南部アワーの給食係を聞いて参考にして出かける方も多いと思いますけれども、うん、あなたからの情報もお待ちしておりますあと食べた感想とかもね、うん、誰々が紹介していたあそこに行ったよとか美味しかったですという感想などもありましたら、うん、ぜひお寄せください、えー、食べ物の話おすすめのお店紹介してまいりました以上給食係のコーナーでした、はい、では続いて刑事係ですはい、はい、このコーナーはあなたの街のあれこれイベント情報面白看板見つけたなどなどをいただい いていますじゃあしんちゃんからのお知らせです、はい、何度か言わせてもらってますが11月の9日遊園地ホテル南城で夕方6時から、うん、あの僕の同期生一年高校の45期卒業生のねみんなの同窓会やるんですけど25日までが一応振り込みの期日となってますんで今週の金曜日かははい、はい今度の金曜日ね。金曜日かね、はいうん、ぜひそれまででによろしくとということで まあ当日もねどうしてもっていう人いたらやる対応はするんだけど大変さねそうねだって現金をね、うん、こうやってまた預かっていくとね全然お釣りとかそういう人も怖いしずっとそこいとかんっていう件視ってなるので、ねうん、できればもう25日までの振り込みということでよろしくお願いします。はい,はいこれがが日日付が11月の9日 に僕たちはそうユンチオホテルで同窓会してます。やるんだよね。で、えとこの金曜日までがえっと振り込み日。一応ね一応締めていうことじゃないとよホテルとかにもやり取りがあるわけやっぱりね。何十名分の食事とか。もう幹事さん大変だよ。本当に今のところ一応四百名は。百超えてるね。ああ。もうちょっとホッとしたとこいます。そう四百分の四分の一ですね。ねえ。二百名でしたけど。はい。じゃあぜひじゃああの心当たりのある方はレントコってみてください。さあそれでは刑事係に行きましょう。お知らせ関係かな。じゃあマゴンさんからです。 しんちゃんがウェルカムんちをした話を聞き、うん、今年の夏前島交差点のファミマ前で台湾の観光客カップルが言い合いをしていたのですが、うん、何もできず素通りししししたたことを思い出してしまい出てまま、うん、せっかく沖縄旅行に来て喧嘩はもったいないけれど語学ができたとしてもこういう場面はスルーした方がいいんでしょうか ところでミーカ先週の放送でも言っていましたが無事に萌イのお店は予約できましたか掲示、えー、係、牧師にある焼き鳥屋さんの入り口にある手書きの掲示板、増税前だったけどドリンク500円ぐらいって曖昧さがいいなと思いました <laughs> ということでいただきました、ご覧ください。ドリンク500円ぐらい <laughs> 本当だノーーチャージ <laughs> <laughs> 590円だったらチャージよりなんか税金より高いやしみたいなこういうふうにね大体閉まるまでとか散髪山あったよね愚痴漢ね定休日木曜日あと用事後上がある時って定休日用事後上がある時休みます最高やつだこれこれ手書きの看板手ああちゃんと業者さんにお願いしたいで毎週木曜日はちゃんとできてるんだけどそれにプラスしてあとあと用事後上がる 休みできる目。あれ最高ってば。ちょっと出かけていきます。出かけてきますだった。ああ、三十分後に戻ります。いついつよ。さっきの場。じゃあと二十九分みたいな。三十分後に戻ります。いつからよ。いつスタート。いつスタートよもうこれな。一連勝だからな。ああいう手書き系いいよね。いいですよ。猫がくる。閉めてくださいとか。サカビとか。 見ているもうアイは無事に予約が取れましたけどでもこの間おすすめしてくれたお店は私が人数予約が多分ちょっと入らなかったんでしょう席が。6名席に8名来たみたいなそう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 なのでちょっとこうまた別日になりましたそうだったんあじゃあまた教えてくださいね。ありがとう ミンティアの空箱、うちの承認のチビが、スマホみたいに充電していました。ああ、面白い。どういうこと?。これ、ミンティア。フリスクとか、か、あれか。面白い。横からこうね、あの、スマホの、なんか、こう、充電の横から、なんか。似てるんだよね。ああ。子供なりの、このアイディアっていうか、ね。本当に思ってたのよ、充電で。これ、これ、親は、わかんないよね、一瞬ね。この、この充電器、何ってなるもんね。なるよね。 うん、はいどうもありがとうございます、うん、英雄です本当にね あ素晴らしいちゃんと英いうことでこのコーナー掲示係はあなたの街のあれこれ面白看板いろいろイベント情報などお待ちしておりますぜひね看板など見かけた場合にはあの画像とかもね撮っていただけるのであればその画像も撮って添付してお待ちしてお,しておりますので,です、ね、お送ってくださいね、うん、宛先は南部アットマーク r o k i n a c o j p n a n b u 南部アットマーク r o k i n a c o j p でお待ちしています以上掲示係 のコーナーでした。